はい。これはモバードですね。これもドライバーウォッチの一つなんでしょうか。スモールセコンドの、手巻きの機械が入ってます。まあ、モバードももう、懐中時計とかのメーカーだったのが、腕時計になっていった時代に、まあ、だんだんとこう規模が小さくなっていったんじゃないかなっていうメーカーですね。ミュージアムウォッチとかがまあちょっと有名ですけど、アンディ・ウォーホルで、これもちょっと小ぶりな時計ですね。ちょっと裏蓋今開けてみたんですけれども、こういう中蓋入りのしっかりしたケースですね、ステンレス。モバードはこの手のマークが有名ですよね。まあ、ハンドメイドっていうか、手作りなんだよっていう、なんか証みたいですけど。で、こういった軍用時計みたいな感じで、中蓋入りです。機械も、まあ、そこそこいい機械が入ってますね。アンジャステッドですけど、15席の。モバードらしいですよね。はい、モバードでした。